はぁ、疲れた。素材集めってなんでこんなに退屈なんだろう。仕方がないでしょう。新しい拠点に必要な素材が思ったより多かったんですから。新しい拠点、腕が鳴りますね。お、職人魂燃えてるね。どんな見た目にする予定？うーん、僕は洋風なのがいいですね。あ、では英国ビクトリア朝時代の建築をモチーフにしたエレガントでシックなお城にしましょうか。え、そんなの作れるの？さすがメン。それくらい誰でもできますね。かっこいいとは思いますが、素材コストを考えるとあまり得策ではないかと。もう少し控えめな建築でいいと思います。確かにそうかもしれませんね。ボンさんはどういう建築がいいと思います？あれ、ボンさん？あ、あんなところに100カラットのダイヤが。ダイヤが何だって？僕たちは素材集めしてたっていうのに似てたんですね。いやー、瞑想してたっていうか、自分と対話してたっていうか。何か得たものはありましたか？うむ、人はやらなきゃいけないことがあるととてつもなく眠くなることが判明したね。もう変なこと言ってないで、ちゃんと手を動かしてくださいよ。ほい。そういう意味ちゃいますから。どうしたの、オンリーちゃん、珍しく考え込んで。確かに今のボンさんのリアクション間違ってはいないですね。そこ？オンリーちゃんがボケてる。まああれだ、ちょこっと休憩したらちゃんと働くから。寝て起きたばっかの人間の発言とは思えませんね。おーい、みんな、嫌な予感。向こうに家が見えたよ。ワンちゃん他の人がいるかも。みんなで行ってみようよ。またまた、ただの木と見間違えたんじゃないの？いや、間違いないって。あれは本当に家だった。ふむ、それはもしかしたらこの世界の村かもしれないですね。村？村っていうことは住民がいるってことだよね。ええ、そうですね。わーい、楽しみ。村人たちはどんな見た目なのかな。俺はどんな建築をしているかの方が気になりますね。くっくっく。あれ、どうしたの、ボンさん、怖い顔して。やはり天は俺を見捨てていなかったようだな。ん？村といえば壺割ったりタンス覗いたり、 RPG 序盤の小遣い稼ぎに最適な場所。働かずともイージーマネーを稼げてしまう絶好のチャンス、見逃す手はない。ボンさん、それが許されるのは勇者だけで、ボンさんがやってもそれはただの窃盗ですよ。え、この俺が勇者ではないと？むしろ盗賊でしょう。この人たちは？彼らはマイクラ世界の住民です。モブと呼ばれる決められた作業を行う NPC たちのはずなんですが。そんな風には見えないよね。なあオラフ君、この村空気重くね。ボンさんの卑劣な正気に包まれたらそりゃ重苦しいわ。誰が卑劣じゃい。あ、どうも。もしかしてこのフンフンが彼らの言葉なの？お前たちは何者だって言ってますね。なんでわかるの？わあ、こんな真っ昼間にゾンビ？あそこだ。あれは村人ゾンビ？あ、危ない。ふんふん。大丈夫ですか？うわあ。何を言ってるかわからない。大丈夫です、俺が翻訳します。だからなんでわかるんだよ。先ほどは助けてくれてありがとうございます。実
はあの方、私の恋人なんです。先日私を助けるために噛まれてしまってって言ってます。マジか。じゃあ彼はもう。でもあのゾンビはこの人に何もしなかったように見えたけど。え、ゾンビですよ、まさか。僕も見てたんで間違いないと思います。もしかしたらあのゾンビにはまだ彼女さんの記憶が残っているかも。でもモブだよね。ねえ、僕らで何とかしてあげられないかな。確かにこの人たちはモブなのかもしれない。でも僕はそう簡単に割り切れないんだ。ドゼルさん、やりましょう。でもゾンビを治す方法なんて。一応治せますよ。だよね、そんなにうまくいくわけ。弱化のスプラッシュポーションと金のリンゴさえあれば村人ゾンビを元に戻すことができます。ですが弱化のスプラッシュポーションを作るためにはネザーに行かないといけない。現状すぐ作るのは難しいかと。え、弱化のスプラッシュポーションなら彼女の家の家宝だからあるらしいですよ。都合良すぎだろ。っていうことはあとは金のリンゴを探せばいいってことだよね。ええ、それと患者の治療スペースも確保したいですね。じゃあチーム分けしよう。僕とオンリーで金のリンゴを探しに行く。残りのメンバーで治療スペースを制作しよう。なんで俺がそんな面倒なこと。ボンさん、よく見てください。あの娘の頭に飾ってる花、あれは一輪300ダイヤの価値があるという幻のポピー。あれをつけている女性は間違いなく王族か貴族の生まれ。ここで貸しを作っておけば。お嬢さん、彼氏の一件ぜひこのボンジュールめにお任せください。さあミラノ州、ちゃっちゃと片付けてお嬢さんにもう一度笑顔を取り戻してやりましょう。ダメだ。貴様が相手だ。売らせてみせろ。これが本物の闇だ。生き残らなきゃ。どうしてそんな非道なことができるんですか。みんな死んじゃえばいいんだ。